さあ蓮田のスマートインターから東京に帰ります。皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。 MV アグスタのドラッグスター RCCS で、テニスに行ってみたっていうところで今帰り道なんですけど、大荒れでしたね。テニスでバイクどうなんだろうと心配だったんですけど、全然かですね、体をですね完全に疲れておりまして、だいぶしんどいんですけど、でもこのバイク、軽くて小さくて速くてっていうのが疲れた時にちょうどいいですね。でニーグリップをした時にタンクのエッジと、あと僕の身長だと足がですねフレームに届いちゃうんですけど、このタンクのエッジ部分が太ももの内側をちょうどこう押してくれて、逆に言うと平常時は当たってちょっととんがってるんですけど、足使って疲れた時にはこれがあの指圧の効果を生み出しておりまして、非常に快適性高いですね。こりゃ気軽でいいな。空が綺麗ですね。あー、なんか一日がかりのツーリング行ったみたいな心地いい疲労感、こういう感じだよな。一日乗ってこう帰ってる時のこう穏やかな感じで、今日は気温が10度ちょっとぐらいあって、多分今もまだこれ11度12度ぐらいあるんじゃないかな。コンディションすごくいいですね。あんまり頑張った格好をせずに、結構手抜きな格好でミッドレイヤー気にせずに来ちゃってるんですけど、片道1時間っていう短なショートスプリントなので、格好を間違えても全然いいというぐらい で、今日はそんなちょうどいい天気の中でこう冬の澄んだ空気を味わえて、今日いいな。いやバイク楽しいな。こう朝バイクで出かけて行って夜バイクで帰ってくるっていうのをよくやってた時って、やっぱこう気温の変化とか今思えばすごく当たり前の話なんですけど、こう空模様が変わったり、やっぱこう周りの状況が刻一刻と変化していくっていうのが、なんかこうドラマチックで叙情的で、バイク乗り始めた時って最初はその終電気にしなくていいんだ、もう自分のペースで急いだりゆっくり走ったりどうとでもできるんだって知った時はすごく感動したんですけど、なんかその時間を自分でコントロールするっていうのに慣れた後は、なんかこういう四季折々の中での空気の匂いを嗅いだりとか、なんか風が軽かったり重たかったりとか、なんかそういう変化を楽しんでたんだろうなってなんか思い出しますね。 GS を借りてた時も結構バイク一生懸命乗ってはいたんですけど、だけど街乗りばっかりで、首都高から出ることはなかったんですよね。考えたり、プライベートの用事でバイクで首都高から出るの結構久しぶりですね。このバイクの疑似納車を受けたのが MV アグスタ正規ディーラーのボルトさんっていうですねお店なんですけども、そこの店長の萩原さんにめちゃめちゃよくしていただいて、もうありがたいばかりなんですけど、そのボルトさんの行き帰りっていう時に一回 R90 で現地行ってて、で次は車で行って帰りバイクで帰ってくるって贅沢させてもらったんですけども、その小田津とかをね走るんですよね。で東名をちょろっと走って、その時も気持ちよかったですけど、なんかその時はボルトさんで撮影するとか、ちょっとどうしてもかとかお仕事的なマインドで動いてたんで、ちょっと多少自分もピリついてたんですけど、今日はもう完全にもう友達たちとただテニスするっていう完全プライベートだったので、なんか本当に何ていうのかな、何も考えずにバイク乗れるというかっていうのが相当久しぶりですね。でこれが今帰り、例えば今カルドを使ってるから最大15人で会話できるとかっていうのはあれど、やっぱバイクって一人でのびのびと走るのが一番楽しくて、たまに友達と一緒になって喋りながら走るとまたそれもすっごい楽しいんですけど、やっぱりみんな乗ってるバイクとかペースとか技量とかも違ったりするだけに、なかなかこうみんなでぴったり合わせるとやっぱこう我慢しなきゃいけないことってあると思うんですけど、一人ってやっぱこう気兼ねなく自由にできていいですね。一人っていいですね。さあもう首都高料金の範疇に入りますか。
C1 方面は渋滞ないといいな。なんかこう暗くなってきて、奥の方のテールランプが赤が連なってて綺麗ですね。これジャガーの F タイプかっこいいな。ジャガーを自分が買うときって来るのかな。6、5、4、3、2、いいですね。オートグリッパーいいですね。楽ちん。3、4、4でタラタラ行きましょうか。ETC ができた時ももう感動したけど、もオートグリッパー、まあ、グリッパーとかオートシフターが悪くない、あ、これならいいなって思えた時もやっぱ感動しましたよね。あの全然関係ないんですけど、原田哲也さん、あの哲也さんとお話ししていて、哲也さんむちゃくちゃ優しい方なんですよね。あの僕みたいな調子もじもの人の名前と顔まで覚えてくださって、いつもすごく優しくお話してくださるんですけども、哲也さんとたまたまシフターの話をした時に、ま、GP 走ってらした時にもちろんもうあのシフターって登場してるんですよね。でだけどその時はやっぱりこう全然物が良くなくて、これなら自分でシフトした方がいいって、あのご自分でやられてたそうなんですよ、本当の初期の頃って。だけどあっという間に良くなったっていう話されてましたね。まあやっぱりそういう特に制御するものの発展って早いんだと思うんですよね。でまあ今日僕がやったテニスっていう遊びはこう真逆で、何もそういう電子的なサポートがないスポーツだからこそリアルフィジカルでもう面白くてしょうがないんですけど、今日はまたこうラケットのセッティング変えて、で今の自分に合ってるのどこなのかなっていうので、それがおおよそ見つかった中での練習だったので、まあ、すごくいい練習できましたね。で今のテニス友達たちがたまたまみんな免許持ってて、たまたまバイク渡る人たちなんですよ。だからちょっとバイクの話もできたりなんかして、だからなんか昼間テニスしてたんだけど、なんかバイク友達と遊んでるような、なんかそんな感じというか楽しかったですね。そういえばこのドラッグスター、あのボルトさんで技術納車を受けたときに、マグスタのその付属するマニュアルの中に書いてある、まあ、ストリート用セッティングっていうサスの状態で車体出していただいてるんですよ。だから最初乗った時にもうやけに前後とも前足後ろ足がすんごいひょこひょこ動くなと思って、ちょっとこう慌ただしいぐらい動く、よく動くんですけど、だけどその代わりやっぱこう楽なんですよね、低速、こういう低速域で。でやっぱり動きが、まあ、遅いサスペンションっていうのはやっぱり高速域、高荷重域ではぴったり合うわけなんですけど、まあ、実際そういうサーキットみたいな走り方って普段しないわけで、で今まで僕が借りたり自分で買ったりしてきたアグスタってなんかマニュアルなかったり、まあ、中古車でマニュアルなかったり、あんま気にしたことなかったんですけど、あとはもうそのどうせレーサーにしちゃうからとか、どうせサーキットしか走んないからって言って、あんまり街のこと考えなくて、街は別に我慢でいいやなんて思ってたり、それか動きが、まあ、遅い、いわゆる分かりやすく言うと硬いサスペンションというのは結局はペース上げて走っちゃえばいいわけですよね、そのサスが合う状態まで。でそのサスの気持ちいいところのブレーキとアクセルの使い方で走っちゃえばいいわけで、でそれがまあ疲れるからあんまりしたいんですけど、だから今まで R1 とか R6 とかそういうのも街乗りで楽しむときっていうのは、まあそういうペースで走っちゃえばいいやと思ってやってたんですけど、まあ、今回はボルトの萩原船長が、あのストリートセッティングにしておいたので、まあ後で好みで合わなかったら教えてくださいって言ってくださって、で確かにもうバイクはあのすごいぐにゃんぐにゃんによく動くんですけど、まあかえって楽ですよね。だからもうちょっとこれ慣らし終えて、もうちょっとこうなんかワインディングじゃないんですけど、サーキットとかそういうことを考え始めると、もう全く合わないぐらい相当ストリートセッティングがこう柔軟で優しいストリートセッティングですね。これ納車時にお店の方がやってくれるかやってくれないか、これって別にやる義務がある話じゃないので、もうお店の気配りでしかないと思うんですよね。でただやるとなんていうのかな、サスの最後のうーってこらえる最後の腰みたいな部分が結構なくなっちゃってるので、ちょっとこうらしさが半減する部分があるので、かなりこれ思い切ったセットですね。
メーカーの方、まあ、中 の、 そのテストライダーとかいると思うんですけど、彼らからすると、もう本当にその簡単に楽に乗れるよっていうことも示しておいた方がいいという判断で、これだけよく動く足にしたんじゃないかな。多分これ嫌がる人もいるんじゃないですかね。特に日本人で、長年日本でバイク乗ってきててレベル高いお客さんって日本いっぱいいるので、そういう人だとちょっと好みに合わなさそうですね。まあ、それなら別に、まあ、伸びしろというか、スポーツ方向に高荷重領域に差し合わせるのは全然できちゃうので、それはやっていいんだと思います。まあ、今こうやって僕がちょっと首都高を乗って、ちょっとテニス行ってとか、ちょっと慣らししてという風に乗ってるぐらいで言うと、全然問題ないですね。まあ、よく動くっていうぐらいで。うわちょっと右の空見せたいな。夕日とかが、空がねちょうど綺麗ですね。なんかこうエルデンリングの空みたいですよ。すげえ綺麗。話戻って、バイクに乗ってテニスしに行くっていう、ネガティブな面1個ありました。昨日1時間のライディングでちょっと予想以上にお腹空いちゃって、テニス友達にごめん申し訳ないんですけども、来るときに何か食べ物買ってきてもらえませんかって、後から来たメンバーに食べ物買ってきてくださいってお願いして、ハムサンドイッチを買ってきてもらって、それで回復しました。バイク乗るとお腹が空くっていう。次バイクで行くときはちょっとなんか大量に食べ物持ってこ。あとね、ドライブスルー行けないですからね。これ信号で降りると、僕がセッティングいつもお願いしてるジャムっていうですね、セッティング屋さん、あと舎人公園のテニスコートが近いですね。お腹空いたな。確かにドライブスルーさっと寄れないな。お店入ってヘルメット脱ぐのめんどくさいんですよね。まあ、おとなしく事務所行きますかね。こう体中がもうテニスでもうボロボロベコベコに筋肉痛になったんですけど、それがバイクでこう癒されていくっていう。なんか僕ケンタロウさんと逆の話したんですよね。ケンタロウさんはバイク乗れば緊張して体が固まると、でテニスするとほぐれるっていう。僕はテニスすると緊張して体がガチガチになるんですよね。でバイクはもう全く緊張しないから、バイク乗って体ほぐれるっていう。だからやっぱりこう慣れたことをするっていうのと、慣れてないことをするっていうのはやっぱこう全然違う作業ですよね。テニスも早くそういう風にもっと慣れたいな。でもテニスのおかげでお尻とか足が強くなってきてるから、バイクもより操りやすくて得しかないですね。バイクとテニスはどっちも足でやるスポーツだから相性いいですね。間もなく足立入谷というところを通り越していくようですね。川口とか竹の塚のようですね。ではこの先多分ですね、多少ちょっと道混んだりしそうなので、あとアグスタらしい走り方して遊んでいきたいと思いますので、皆さんここいらで、それではまた。